はい、皆さんこんにちは。今日もグッドカンパニーやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちらモジュールマニアのスマートカップの方をプレイしました。カップ1しか取れませんでしたが、今日はこの続きはやらずにですね、こちらもまあモジュールマニアのつながりみたいな感じで記録を出すゲームとなっているみたいなので、まあチュートリアルの一感としてはこちらの上昇市場をやらないといけなかったのかもしれないということで、今日からはこちらの上昇市場の流れですね、こちらの方をプレイしていこうと思います。では早速ですね、やっていきましょうか。こちらのレベルゴールの方は自分だけの製品を設計して販売しましょうということで、マイルストーン11度、週ごとにカセットプレイヤーを15個、その次にパッドかな、PDA か、市場をアンロックしましょうと。あとは何だろう、こちらの方は週ごとに収益を上げるということなので、こちらプレイしていきたいと思います。さあ始まりましたね。まあちょっと読んでいけば OK かな。同じ種類の製品はたとえそれが同じ企業から発売されているものであっても、全て同じ市場でシェアを争いますということで、市場パネルで確認してくださいよということで、市場パネルには市場発見ツリーも含まれていますと。新しい市場と新しい製品の種類をアンロックできますということですね。ちょっと一旦止めましょうか。で、問題は市場パネルの仕様ということで、これか。これを開きますよということで、最初はいろいろあって混乱するかもしれませんが、心配なく詳細をよく見ていくうちにだんだんと分かっていくようになりますよと。上の場所は概要欄、下の方には売上とかのやつが載ってますよと。で、ここですね、ちょうどあるのは選択した製品タイプの1週間あたりの需要量ですと。あなたが販売できる電卓の最大生産は1週間あたり20ということですね。で、来週の売上予想は8ということで、市場評価は 2.5 と。自分の製品の市場評価が相対的に低いのが理由ですということですね。まあ、とりあえず需要と供給なので、需要がないものはあんまり売れないということですね。そして価格評価と市場アピール力の合計である市場評価が設定されますと。アイテムを最大数で販売するために市場評価を最大限まで高めようと。なるほど。売上予測は製品の販売予測数ですということですね。で、割引とかもあるんですね。製品が安いとより多くの顧客が買ってくれるのです。では今から割引率を 10% から 20% の間で設定しましょうということで、マイナス 15% にしちゃしときましょうか。OK。あ、そうすると 3.9 になった。ですが割引には十分注意してくださいと。利益を上げることよりも重要ですから、ユニットごとの価格を見続けていきましょうということですね。電卓を20個今すぐ販売できるように準備を整えておきましたよと。いうことで、電卓を20個も作りなさいということですね。なんか、社長か、社長は今働いてないんですね。で、この中では、売り注文が一応電卓になってますので、まあ、電卓の方を、売っていけば問題はないということですね。よしよし、これはまあ、作っているので、まあ、何もしなくていいみたいですので、このまま見ていきましょうか。まあ、電卓作る場所は1個しかないのかな。携帯組み立て台2というのがあるぐらいですので、はい、これで OK かな。担当がモジュールを置けないことがあるよと。使用中の保管スペースを拡張することも可能です。詳細はマニュアルで見れますよと。これかな。これを拡張できるのかな。パレットじゃなくて他を拡張するか。そういう感じなのかな。これ、6個までしか売れ、1個しか入れられないのか。ああ、そういうことか。複数スタックできないんですね。ということで、大量に入れるようにしていきましょう。現在8個。で、販売の注文と配達の方にはまだ時間がありますので、それまでに何個作れるかだな。さあ、これで、何個 10個目か。あと、入るのは8個しか入りませんね。現在、今4つか。ここには4つしかないと。
合計12個になるのか、今って13個か。さあ、車で 何個入れれるかな。あ、2つか。2つ作ってるんですね。さあ、もう来てしまいますね。ギリギリか。OK。ということで、あと5つ。まあ、これ、1週間かな ?1 週間しないと取りに来てもらえないので、1週間の間に、作るだけ作りましょうか。さあ、土曜日ですので、もうあとは日曜日を迎えれば、こちらの方が取りに来て販売が終わると。はい、これで20個いきますね。はい、OK ですね。よいしょ、一旦止めましょうか。ここで再び市場について大事なお話があるということで、ちょっと進めていこう。またフェーズを進めた発見ポイントがもらえるよと。発見ポイントは新たな市場のアンロックに使用しますと。フェーズを進めるのは大きな問題にはなりませんが、販売数が落ち込んだら割引を設定するなどして対処すれば、ああ、なるほどね。そういうことなんですね。うん、さあ、そしたら一定産の製品を売り上げ、市場を次のフェーズに進めますと。市場フェーズを進めることで発見ポイント。より高い製品の、基本価格、また上昇した需要の獲得ができると。で、顧客の期待値も高まりますので気をつけないといけない。で、あとは割引も使用しようということですね。はい、ということで、これで、フェーズ1が終わって30ポイントもらってフェーズを進めるということをしていくと。ちょっと待ってよ。下の方もちょっと見ていきましょうか。予想される市場で変更が表示されますと。今は大丈夫と。はい。こうすると本体価格がプラス50。需要の方は1で、なんだろう、このノーマークみたいなやつが、製品の潜在的な利益率が上昇すると。いうことですね。さあ、そして新製品の設計に取り掛かっても良いだろうということで、まあ、こちらでは新製品を作る製品の設計図の、設計は次の3つの手順で進むと。筐体を選択、これもちょっとやりながら見ていきましょうか。外観色とかが決める。あとモジュールの追加、最も重要なステップです。ここで選択したモジュールが製品の、ああ、そういう感じなんだ。パズル的要素も出てくるんですね。新規作成して、電卓か。で、これが、ああ、なるほどね。これを、とりあえず、超えていかないといけないのか。筐体がまずこれですよね。で、次、モジュールは、うん、プラスチックと本体、筐体どっちにするかか。重さが 0.5。うん、騒音がマイナス1。こっちだと、これなんだ、スタイルがいいと。いうことで、これらをクリアしていかないといけないのかな。違うな。同じマークはありませんね。とりあえず、今回はどれでいけばいいんだろう。プラスチックでいいのかな。プラスチック、ああ、両方いけるな。ということで、プラスチック筐体にしていこうかな。重さも、3って決まってるんですよね。どうしようかな。でもこっちの方が良さそうか。木の方が良さそうなんで、木の製品を製作しましょうか。で、続いては筐体には異なる欠点があり、製品の市場アピール力に影響を与えるよと。ここではフォームファクターとカラーパレットを作成することで製品の外観を変更できるということですね。で、モジュールの方を変えなさいということで、これをはめていけばいいのかな。こんな感じか。2つはめれるのか。これで、ああ、ここはとりあえずクリアできたよということで、次に、ああ、なるほどね。こういうのを入れていかないといけないのか。これで、あとはバッテリーの持ちだけなんとかすればいけますね。簡単なやつだといいけど、難しいやつになると、まあ、複雑に組み合わせていかないといけないよということなのか。これも本当テトリスみたいだな。これ1個突っ込めば、まあ、バッテリーの方も問題なくいけますが、ちょっと大変そうですね。まあ、上の方だと2つ突っ込まないといけないので、これでいいかな。これいらない？あ、ただ、これを外すと、こちらの映像表示精度が落ちると言っていますので、まあ、これで完成でいいか。
よいしょ。さあ、これで、あ、もう勝手にやっちゃったな。勝手にやっちゃいました。これで OK。あ、これを使えって言ってるのか。勝手にもう使っちゃったや。え、これは消去して、こいつを一発入れろってことなんですね。なるほど。はい、あ、それでもいけるってことですね。ただ作るのは、ちょっとなんか電子部品と回路基板とかめんどくさそうですね。まあいいか。さあ、そして、マイナス市場アピール欲を持った製品は販売しても赤字にしかならないということですね。機能バーは設計図の機能を合計した表示は表しますよと。まあ、そして売上がわかるということですね。うん、デザインが好評かどうかは表しますと。うん、製品に期待させる機能を全て満たし、市場力を最大限まで高めようと。はい、そしてこれで OK ですね。これで、まあ問題、期待値の方はもうちょっと上がってほしいな。なんか、他どうだろう。特には何も変わらないのか。そうなると、まあどれでもいい感じですので、まあこれにしておきましょうか。デザインの終了ということで OK。で、ここはもういいのかな。はい、そしたら、電卓市場をフェーズ3まで進めましょうと。2の電卓を30個までやると。新しい電卓の製造に必要な全てのモジュール用の製造ラインを設計すると。新しい電卓を組み立てようということで、ノーマルのやつはどれなんだ、これかな。あ、ノーマルはこれですね。ノーマルの方もまだ割引ちょっとしてるので販売はできるということなので、全部組み立てていきましょうか。まずは何だろうな。棚の方、飾り、オフィス、うん、シンプルなやつしか建てられないのかな。これから建てていきましょう。こっちの隣と同じようなスタイルでちょっと建てていきましょうかね。よいしょ。これの方が効率がいいのかな。とりあえずここに置いて、ボックスですね。ボックスもこのように置くと。で、なんだっけ、逆算していかないとちょっと覚えてないな。あ、パレットの方も、金はあるので、ちょっと取ってきましょうかね。いっぱいなので、組み立てのようにいろいろやっていきます。では、ちょっとテーブルだけ、置いていきたいと思います。さあ、とりあえず、1台だけですけど、組み立て台置きましたので、これを作って、いきましょうかね。まず入出力はちょっとまだわからないので、これらを作っていく必要があると。まずは簡単な回路とかか。回路から作っていきましょうか。これですね。必要なのは回路基板。やばいな。回路基板も別からちょっと作ってこないといけない感じなのかな。そうすると今度はこの回路基板を作る台が必要なのか。そういうことですね。ということで、いっぱいまだやっぱり作らないといけないものが出てきましたので、作っていきましょうか。まあいいや、こっちの方に置いていこう。で、コーナーのやつを置いていきましょう。ちょっとまあ場所間違えたかな。まあいいや、こんな感じで、ここでは回路基板を作っていくと。まあ入出力同じでいいかな。ここも回路基板の方を作っていきましょうか。運んでくれれば、まあそれで問題なしという感じでいいでしょう。で、金属とプラスチックはまず必要。金属とプラスチックですね。これは OK。さあ、続いてですね。回路基板もこれで OK。と入れておきましょうか。まあこれは運んでくれる人がいるので問題はないでしょう。これも、あ、違う違う、これは回路基板にしちゃダメだ、こっちだ。これで OK。隣の方も、これですね、簡素な回路、こちらを作っていきます。よいしょと。で、これで一部品はできた。続いては電源スタッカー。これを作らないといけないと。これですね。作るにはプラスチックと化学物質。あ、これは大丈夫ですね。プラスチックも入ってくるので、あとは化学物質を輸入すれば OK。
はい、これで問題なしと、同じようにしていきましょうかね。電源の方を入れる。よいしょ。さあ、そしたら続いては、いやこれか、LED マトリックスがちょっと厄介そうだな。電子基板と、あと電子部品。ということで、電子部品も買うと。そうすると、あれかな。回路がどれぐらいの数できるかがわからないので、それ次第ですね。ということで、こちらも作っていきましょう。よいしょ、こんな感じで入出力は、まあ、人に運んでいってもらえば、まあ、問題はないかな。よいしょ。よし、これで OK。で、あとは機体の筐体ですね。これがあればいいということなので、これを組み立てる場所だけ作っておけば、あ、とか、こっちに置いてあるのか。これでいいか。ちょうどいい感じ。あ、違う違う違う。これは使っちゃダメだ。混乱してますね。こちらの方で筐体さえ作っておけば、まあ問題はないということでしょう。あ、やばいな。これだ。棚が入らない。棚が入らないので移動しないといけませんね。よいしょ。で、コーナー。やばい。置いてない。まあいいや。ちょっと離れてますけど、ここに置いておきましょう。難しいな。あって、運ぶ人のことも考えないといけないんで、まあ、ここかな。で、筐体の方を作っておくと。あとはもう適当に人に持っていってもらいましょうかね。よし、とりあえずこれで一旦様子を見ながら、もし足りないものがあれば、まあ、見ていくという感じにしましょう。待って、間違えた。どれだろう。あ、運ぶ人が、あれか、物流のやつが選べないのかな？あ、ここですね。物流の人3人ぐらい雇っておきましょう。さあ、これでちょっと様子を見ていきます。初日の方は、ちょっと、あ、部品来ましたね。部品来たので運んでもらいましょう。いろいろと運んでもらう。あ、OK ですね。あ、これ共有なんですね。さあ、そしたら、ここに電卓だ。電卓を入れて、売らないといけないので、こちらの電卓を入れて、売り注文入っておきますね。あとはもうこれマックスで入れといてもいいかな。14個まで入れれますね。で、2の電卓を30、フェーズを3まで。今30ポイントもらってるんだけど、30じゃいけないのかな次は。さあ、とりあえず見ていきましょう。あ、ちょっと待って、やばい。木を購入するのを忘れていた。ということで、これは銃だけにして木を購入しましょう。危なかった。これをやらないといつまで経っても無理ですね。はい、ということで、市場に複数の製品を出すと、それぞれ互いに市場の占有率を食い合いますと。一方の電卓が週ごとに8個、もう一方が10個販売できる能力を持っているとしたら、どちらも合計10個以上を販売することは不可能ですと言っていますね。あ、なので、電卓だとダメだよという感じなのかな。さあ、組み立ての方が開始されましたね。現在はまだ、入れていない感じかな。さあ、まだこっちの方の生産はかなり遅いので、なかなか作れていませんね。あ、そうか、あとこれ入力する棚がなかった。棚も作っておこう。さあ、どうしようかな。まあ、とりあえずここに置いとこう。入力、そして出力の方もこちらに置いておきましょうか。さあ、こんな感じですね。ちょっと電卓の個数を増やして、ああ、6個しか置けないからこんなものか。まあ、1個の生産がかなりかかりますので、これで問題ないか。さあ、どうでしょう。2の30個販売なので、もうちょっとですね。今土曜日、次が日曜日で出荷ですね。電卓の方は普通に、こっちは7個、こっちは3個、10個ですね。合計10個今並んでいる状態です。さあ、販売ができましたかね。どうだろう。どこで何かはわかりませんが、まあとりあえず販売の方はできているので、このまま進めていきましょうか。さあ、日曜日になりましたので、こちら現在28個販売がもう終わっていますので、まあ、あと今日出
化すれば全部終わるのかなという感じですね。さあどうかな、日付が変わって、はい、月曜日になりました。どうかな、30個売れましたね。ということでフェーズを1個進めていきましょうか。 OK、 マイルストーン、ということでアンロックしていくということですね。次の2つの条件が満たされると新たな市場がアンロックされる。十分な発見ポイントを持っている。前の市場は1つ以上アンロックされているということで、発見していきましょうということで、電卓は発見したよと。そしたらカセットプレイヤーの方が60ポイントあるのでアンロックできますよということで、カセットプレイヤーのフェーズにも行けるようになったということですね。ということで、では市場アピール力が 3.5 以上あるカセットプレイヤーを作っていきましょうということなので、こちらの方のフェーズ作っていきましょう。新規作成でカセットプレイヤーですね。筐体はどれがいいんだろう。まあプラスチックかな、どうかな。まあ木製でも問題はないかな。木製でいきましょうか。で、あとはなんだ、モジュールの方か。いや懐かしいな、めちゃくちゃ懐かしい。こういうやつとかありましたよね。まあ、色の方は適当で構わないので、次はモジュールですね。音の発生が、プラスチックとアーコイル。こっちだと、鉄パイプも、ロットか。ロットを加工しないといけなくなりますね。まあいいや、とりあえず、やばい、これ入れられない。こいつは L 字。もう、強制的にこいつしか入らないですね。で、ディスプレイ。ディスプレイはこれ、使い回しでいいかな。よいしょ、使い回し。で、音の方があと 0.5。そして電池が1入らないといけない。電池も難しいな。これで1はとりあえず入りましたね。あとは簡単な回路。いや、これ違うな。これは何だろう。何かを入れないと足りない。音声か。スピーカーのやつを入れないといけないということですよね。いや、困ったな。ちょっと一旦設計いろいろちょっとしてみます。さあ、こちらディスプレイいらなかったですね。ディスプレイの特に求めてるような能力はないので、まあ、これで OK みたいです。音ととりあえず、電池があればよかったみたいですので、そうするとこれいらないのかな。これじゃなくて、でもこれは置けないんですね。ということで、やっぱこちらか。ということで、これで決定していきましょう。まあ、機能も3、アピール力5ありますので、まあ、これで、ちょっと待ってよ、3.5 なのかな。アピール力なので、これで OK ですね。はい、ということで、これで決定して作っていきましょうか。はい、ということで、ここで作っていくということで、最初のトロフィーを獲得するには、週ごとにカセットプレイを15個販売するということみたいなので、やっていきましょうか。さあ、では、こちらはもうちょっと、いっぱいになってきていますので、フォーセールのところ買いましょうか。えい。さあ、そして新しい場所ができましたので、ここにカセットの工場を建てていくと。どうしようかな。買わなくてもまあ隣から持ってきてもらうという手もあるので、まあ行っちゃいいんですけどね。組み立て工場、どれで何を作れるのかはわからない。これで作るのか。ということで組み立て工場、こちらの方も作っていきましょうか。さあ、ちょっと設定してみました。とりあえずこちらで、なんだろう、スピーカーかな、モノフォンスピーカーを作るところ、その部品を作るネジを作るためのロッドですね。そしてコイルを作って、この3つ、ネジ、スピーカー、そしてバッテリーの方が必要なんですけど、バッテリーはこちらから持ってくるというような形でちょっと設定してみたので、これで一旦やってってみましょうかね。で、ここではプラスチックと一応、金属の方は購入すると
いうことになっていますので、あとはなんだろう、どっかから、あ、取ってきてくれてますね。あ、しまった、社長を働かせればよかった。取ってきてくれてるので、これで OK。で、金属と、ちょっと置いてくれないぞ。ちょっと待って、どうなってんだ？おかしいな。入出力入れてるはずなんですけど、今、ようやく人が運んでくれてますね。よしよしよし、これで OK。まず金属から、まずはこれを、嘘だ、こっちに先に入れてほしかった。あ、でももうすでに作り始めてるのか。コイルの方は作り始めてるんですね。金属もう一個ないとネジの方が付け加えられませんので、ネジを作ってもらわないといけない。あと筐体がない。筐体も一緒に運んでもらわないといけないのか。木製の筐体は、どこにあったっけ？入れてないのか。そうか。筐体はまだ入れていませんね。こっちのパレットにしましょうか。筐体の方を少し入れるよということにしましょう。ということで、ルートを作っていかないといけない。配送パレットをもう一個追加できるのかな？ここと、これで筐体の方は積む。あとは、筐体は3で下ろすと。まあ、ここは何もしなくていいということなので、このままでいい。まあ、これで動くかな？やってみましょう。少し早送りで行きましょうかね。で、今はまだ筐体がないんですね。さあ、筐体をこっから取ってきてくれる。これ2つ乗ってるのかな？あ、違うな、やばいな。これ運ぶ人がもう1人ぐらい必要だ。人数の方を2人にしておきましょう。ちょっと、こうしないと間に合わない。で、ネジの方もまだ間に合ってない状態ですね。さあ、こちらの方、ネジができ始めました。持っていって。できた。あとは筐体だ。筐体をどこだ、もう一人。ああ、持ってきてくれてるね。持ってきてくれてる。筐体の生産がひょっとしたらちょっと追いついてないのかもしれない。ということで、筐体を作る場所を少し置いておきましょうか。どっかに置けないかな。さあ、もうちょっとキツキツですが、ここに置いておきましょう。筐体、この人らのところから持っていくようにしましょうかね。少しこれで作れれば OK かな。はい、ここにちょっと社長を入れておきます。よしよしよし、これで OK。生産の方はまだか。ネジができてない。ネジが足りてない。ネジを作らないとやばい。かなり赤字になってきましたね。ということで、ネジを作ってもらおう。入出力はここの隣から入れて人を働かせておきましょう。さあ、一応生産の方はちょっと落ち着いてきていますね。現在、まだ土曜日、日曜日になったけど、これだと生産の方がちょっと足りないのかな？もうちょっとないと、ダメかもしれないな。10個今のところいけましたが、この生産力でいけるかどうかわかりませんので、もう一段階増やしておこうかな。ということで、組み立て台の方を1個ちょっと伸ばしておきましょうか。これ、ちょっと品物取るのがめんどくさいですが、ここで1個入れておきます。さあ、これで生産、こっちのなんだろう、スピーカーの方の生産が追いついていないのか。それはまた困ったな。さあ、ということで、足りないものはどんどん足していきましょう。さあ、とりあえず、一番最初のトロフィーが終わったみたいですので、これで行きましょうか。続いてはもう一個行かないといけないということですね。市場の方で、新しいの行けるのか。150ポイント必要ということなので、もっとどんどん取っていかないといけませんね。ということで、フェーズを進めるためにももうちょっとどんどん進めていかないといけませんので、ガンガン作っていきましょうか。さあ、こちらですね。フェーズが上がるまであと3つということで、まあ今日曜日迎えていますので、おそらくこれでフェーズを上げることができますね。はい、これでフェーズを進めると、いうことで、続いてのフェーズ50個販売することによって、まあ60ポイントもらえますよということですので、まあこちらの方を作っていきましょう。
ちなみにですね、こちら電卓の方もフェーズいけるのか、さらにフェーズ4までいけていますので、まあこれで満足できるのかな。やばいね、評価の方はかなり低くなってる。でもあんまりやりすぎると良くないので、そうなると新しい設計とかをして一番下の、こちらの計算機は作らないとかいう選択肢を取った方がいいかもしれませんね。さあ、では一旦ちょっと可能かどうか分かりませんが、作っていきましょうか。電卓がフェーズ4なので金属っていうのが増えたな。こちらにしていきましょうかね。製品を生産、でまあ形とかはどうでもいいので、モジュールですね。必要なのはまずはディスプレイ。これは、既存のものを使えるかな。ちょっといびつな形してますね。まあいいや、とりあえず設置、まずはこれで OK。 次は処理能力、処理能力はこれかな、これですね、 1.0、ということで、どうしようかな。これを2つ積んでもいいわけですね。こことこことかに例えば積んでも1はいくと。で、あとはバッテリー。うわー、なんかすごいな。ダブルバッテリー。あるものでとりあえず補おうか。これで OK ですね。とりあえず、利益は約200。もしこれがダブルにした場合はどうなるんだろう。ダブルにした場合は、これはいらないんですよね、きっと。そうすると、利益が減るのか。なので、ダブルじゃなくて、シングルを1個入れた方が、シングル2つの方が利益率は高いのかな。はい、ということで、これでデザインは終了しましょう。で、こちらを作っていくことになりますね。さあ、ちょっと、一旦これ旧型のラインは新型に MAX の方に変更していきましょうか。必要なのはこの LED か、でっかい LED とかありますので、まあ問題はないですね。こちらも、一旦終わろう。MAX の方に変える。バッテリー、あとは金属の筐体があれば OK なのか。はい、ということで金属の筐体を、置けるようにしていきましょうかね。金属の筐体を削るのはこれしかないのかな。さあ、ということで、どっか空いてるところに金属の筐体を、作る場所をちょっと立てていきます。金属の筐体、場所はここに金属が入ってるので、ここからもらうことにしましょう。あとはどうした？強くの方は、まあ、この倉庫か。まあ、こっちでいいか。ここに筐体も入れるようにしていきましょう。さあ、これで、うまいこと回れば問題なくいく感じですかね。WLED。普通のこいつがいらなくなるのか。まあ、でもいらないものもちょっと削除していきましょう。順調に売り上げの方は伸びていますね。電卓の方ももう一番下の、カリキュレーターの方は作っていませんので、まあちょっとこちらも割引ちょっとしていくか。少しずつ上げていきましょう。MAX の方はまだ売れてると。で、こちらですね。一旦ちょっと緩めよう。カセットプレイヤーの方のフェーズが、もう一個上げれますので、上の段階に上げていきましょう。これでまあこれをということですね。電卓のフェーズも5にしないといけないと。電卓の方も余裕で大丈夫ですね。あとは PDA の市場を作りましょうということで、こちらがポイント190ありますので、アンロックしていきましょう。OK。これで、あれ、いくつ取ったんだ？起業家2つですね。あとは、1万ゴールドかな。1、10、100、1000、まあ1万ですよね。1万ゴールド稼げば、とりあえず3つ目出てきますので、まあ PDA とか作っていけば、まあ問題がないのかなと思います。では、よいしょ、OK。さあ、ということで、こちらの方の、設計もしていきましょうか。PDA ですね。PDA、かなり昔のやつだけどな。ということで、どうしようかな。金属にしようかな。
ただ重さの方があるので、まあ木製を使いますか。木製のやつでいきましょう。モジュールの方はなんだ、まず液晶ですね。液晶が1必要。これも持ってくる感じにしようかな。材料は持ってくる感じにしましょう。そして計算の方も、これは1.5 か。いやー、それは困ったな。1.5 だとこれと、もう一個組まないといけないってことですよね。普通のやつを組んで初めて 1.5 と。バッテリーの方も、ダブル積まないと、やばいね、これ。入らないということで、ちょっと考えましょうか。電源のところも考えないと入りませんね。さあ、もう入れれるものが決まってましたね。もうこれしかありません。ということで、必要なのはダブルと、まあ、ここで作らないといけないのは、論理回路の方だけ作らないといけないということですね。これをちょっと作っていきましょう。では、空いてる場所にちょっと立てていかないといけないね。まずちょっとパレットから置くか。パレットの方を少し置いていきましょうか。そして、まず組み立て台ですね。組み立て台の方を、どうしよう。二つばかし作っておくか。で、もうこれ、でっかい棚がないので、まあ、このまま使うしかなさそうですね。で、こちらの PDA を作るということで、これはもう直接納品にするか。はい、ということで、こちらを作っていかないといけませんので、これを作っていきましょう。まず必要なのは LED マトリックス。ダブル電源はなかったんですよね。LED マトリックスだけあるという感じ。そしてシンプルな、回路もあるので、そちらも持ってきてもらいましょうかね。ということで、いろいろと作っていきましょうか。とりあえずですね、こちらで、2つのバッテリーのやつと、難しい回路の方は、作って渡していこうかなという感じにしましょう。で、現在今バッテリーはできてるけど、こちらができてない状態ですね。ということで、もう一個台を作って少し対応しないといけませんね。やばいな、これもう人が通れないレベルになってきてるので、結構大変ですね。ちょっと移動させていきましょうか。こちらのものと、これを外側にやって、テーブルの方を少し置きましょうか。よいしょ、こうしよう。で、コーナーをここに置いていくと。で、こちらの方で、この論理回路の方を作っていけば、まあ問題なく、あとこれを上の違うゾーンの方に持っていけば、OK という感じですね。よいしょ。さあ、これで OK。ちょっとあとは様子を見ていきましょう。強化プラスチックと、あとは基板があれば OK。あー、マイルストーンいったぞ。なんか、PDA の生産が開始されたのかな？さあ、なんかない。起業家全部終わってしまった。PDA の方を作らなくても、売り上げの方がいってしまったので、なんとか、クリアできたみたいですね。ただちょっと PDA 1個ぐらいは作りたいな。今ここでバッテリーとか待ちですね。全然送られてきない。あ、来たかな？ちょっと待ってよ。なんか下ろしていかないぞ。うまいことルートがいってないのかもしれませんね。この3つ、あ、間違えてる。こっちは下ろすだ。間違えて乗せるにしてしまったのでおかしくなっていましたが、これで置いていってくれれば、ここの人らは、あれ持っていかない。あ、そうか。棚に入れてくれるまで待つのか。これで制作の方は開始されましたね。で、ここで PDA を販売、もう設定はしてあるのか。PDA の販売をしていけば、全部 OK。本当はこのようにうまくいく予定でしたが、こちら作る前に売り上げの方がいってしまいましたので、クリアとなってしまいました。はい、ということで今日はこれぐらいで終わってですね、一旦マップに戻るか。こちら終わりましたので次の市場ですね。間違えた。次はこれどうすんだ。
あ、こちらですね。次の追加 HP というところをやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.